原子力安全委員会、原子力安全委員会、原子力安全委員会とは、かつて存在した日本の行政機関の一つで、内閣府の審議会等の一つ。2012年、平成24年9月19日に廃止され、原子力規制委員会へ移行した。1978年に原子力の安全確保の充実強化を図るため、原子力基本法の一部を改正し、原子力委員会から分離、発足。国家行政組織法上の第8条審議会と同等の機能を有していた。ただし、国家行政組織法第1条の規定に基づき、内閣府は国家行政組織法の適用から除外されているため、中央省庁再編以降は、内閣府設置法第37条に審議会等としての根拠を有する。原子力安全委員会の職務は、原子力の研究、開発及び利用に関する事項のうち、安全の確保に関する事項について企画し、審議し、及び決定することであった。具体的な役割については、下記の通り。しかし、業者を直接規制することはできない。従来、日本の原子力安全について業者に対して、直接安全規制するのは、規制行政庁、経済産業省原子力安全、保安院、文部科学省等であり、規制行政庁から独立した本委員会がさらに、それをチェックする多層的体制となっていた。専門的、中立的な立場から、原子炉設置許可申請等にかかる二次審査、ダブルチェック、規制調査その他の手段により、規制行政庁を監視、監査していた。委員は常勤の特別職国家公務員であり、年収は約1650万円、月給93万6000円とボーナスであった。1974年9月1日に発生した原子力船、陸奥の放射線漏れを機に1978年に設置され、1999年9月30日の JCO ウラン加工工場における臨界事故を機に機能、体制が抜本的に強化された。その後、省庁再編に伴い最終的な体制となった。原子力安全委員会1990年、平成2年8月30日決定、2001年、平成13年3月29日一部改定の発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針では指針24残留熱を除去する系統第2項残留熱を除去する系統はその系統を構成する機器の単一故障の過程に加え外部電源が利用できない場合においてもその系統の安全機能が達成できるように多重性または多様性及び独立性を適切に備え、かつ試験可能性を備えた設計であること。とあり、指針25、非常用炉心冷却系、第2項、非常用炉心冷却系は、その系統を構成する機器の単一故障の過程に、加え、外部電源が利用できない場合においても、その系統の安全機能が達成できるように、多重性または多様性及び独立性を備えた設計であること。とあり、指針48、電気系統、第3項、非常用所内電源系は、多重性または多様性及び独立性を有し、以下略と定められており、素用語定義で、独立性とは、2つ以上の系統または、機器が設計上考慮する、環境条件及び、運転状態において、共通要因または、従属要因によって、同時に、その機能が阻害されないことを言う、と定義している。しかし、福島第一原発のみならず、被災原発全体で、津波という共通要因、その従属要因たる直流電源喪失、非常電池水没、その従属要因たる格納容器弁と困難で複数の非常用所内、電源、残留熱除去系、緊急炉心冷却系が機能喪失に至った。また、指針27、電源喪失に対する設計上の考慮長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧または非常用、交流電源設備の修復が期待できるので考慮する必要はない。とあるが、送電線の復旧、非常用交流電源の復旧どころか、電源車による制御、導弁系の完全復旧さえも、非常炉心冷却系の停止前には実現できなかった。本件について、蒸気指針に基づく詳細な仕様を政令で定めるのは、原子力安全保安院と文部科学省、原子力安全課の職掌であった保安院は、原子力発電所設置許可申請審査も干渉していた。一方、安全委員会は、設置許可申請の安全審査の二次審査、規制調査を通じた規制官庁への監督を干渉していた。1978年、昭和53年に策定、1981年、昭和56年と2001年、平成13年に改定され、2006年、平成18年9月19日の改訂版にはと、ある。委員長としての在任期間は、下記の通り、委員の5選で選ばれる。委員5名は、衆参両議員の同意を経て、内閣総理大臣によって任命されていた。任期は3年。下記は原子力安全委員会廃止時の委員であり、括弧内は委員の在任期間である。委員長に選出もしくは委員長代理に指名された年月とは必ずしも一致しない場合がある。なお、任期が切れても後任がいない場合は引き続き在任する。5名とも常勤、原子力災害対策特別措置法20条、中央防災会議が定める、防災基本計画上において、原子力安全委員会は、原子力緊急事態において、原子力災害対策本部長への助言機関としての役割しか与えられておず、原子力災害への主体的な取り組みを成し得る立場になかった。2011年3月11日の、原子力緊急事態発生以降、原子力安全委員会より、原子力災害対策本部に対して、各種の技術的助言や考え方の発出を行っており、口頭で行われたものもあるが、文書で行われたもののうち、現時点で整理された150件程度の助言や、基本的考え方が公開されている。3月13日に安定要素剤予防服用を、求めた助言や製品出荷に汚染検査を求めた助言、汚染のある状況では年間20ミリシーベルトを基準とするのではなく1から20ミリシーベルトの下方の線量で住民関与のもと防護計画を決定すべきという考え方など原子力災害対策本部に採用されていない助言も多い。東日本大震災から一夜明けた2011年3月12日、ヘリコプターで被災地と福島第一原子力発電所の視察に、菅直人首相が向かった際に同行した、班目春樹委員長は、内閣総理大臣により、格納容器で爆発しないかと問われ、格納容器は窒素で満たされているので爆発しません。と答えたが、実際には、当日15時36分に、福島第一原子力発電所の1号機原子炉建屋が水素爆発で吹き飛んだ。この発言は、原子炉格納容器内に窒素充填がなされていることについてのものであったが、その後の検証で、津波による全電源喪失による影響で、ベント配管から水素が建屋内に逆流したことにより、水素爆発が発生したものと推測されており、その後の事故調査、検証委員会の事情聴取において、吉田正夫所長ら東京電力社員ですらも、当時は建屋の水素爆発について予測できなかったと証言している。1990年、原発の安全設計審査指針の策定時において、原子力安全委員会は、長期間にわたる全交流動力電源喪失は、送電線の復旧または非常用、交流電源設備の修復が期待できるので考え、重んぱかる必要はないと想定していた。全電源喪失は絶対に起こさせないという方針で、地震や津波の規模を予測し、安全対策を立てていた。また、1993年、平成5年6月11日付の原子力施設事故、故障分析評価検討改善、交流電源喪失事象検討ワーキンググループによる原子力発電所における全交流電源喪失事象についてにおいては、国内外の事例を分析し、日本においては諸外国と異なり外部電源と同時に、さらに複数台ある非常用発電機が、いずれも不作動となる事例は、過去一度も生じていないこと。また、日本で起きた過去4件の外部電源喪失事例は、台風、雷によるものであったが、いずれも、直ちに非常用発電機による給電に成功しており、さらにこの場合も、外部電源が、いずれも30分以内に復旧していること、米国に比べ、日本では、外部電源喪失頻度が1桁低く、非常用発電機の起動失敗確率が2桁低いこと、日本の原子力発電所の非常用蓄電池の容量はいずれも5時間以上であること等を調査結のまとめとして記載し、今後の課題として運転員の手順書の習熟、個別プラントにおけるアクシデントマネージメント体制の整備等を挙げている。しかし、2011年の東北地方太平洋沖地震とその後の津波により生じた外部電源喪失については、その被害が甚大であったために長時間復旧されず、また、非常用蓄電池設備に津波が侵入し、使用不可能となった。このことについて、松浦昌次郎元原子力安全委員長は、当時は何もかもがダメになるといった状況は考えなくてもいいという暗黙の会があった。隕石の直撃など何でもかんでも対応できるかといったらそれは無理だと釈明している。後日の会見では原子力の利益は大きく科学技術を結集すれば地震や津波にも立ち向かえると考えて利用を進めてきたが考えの一部を叩き潰されたと述べ問題の解決法を突き詰めて考えられていなかったことを申し訳なくと謝罪の意を伝えた。以上のように外部交流電源が長時間喪失し、同時に直流電源も使用不可能になる事態想定していなかったのであるが、米国においては同様ではなかった。1980年代の初頭において、オークリッジ国立研究所が、福島第一原発と同型の炉、ゼネラルエレクトリック社製の沸騰水型マーク Y について、全電源が喪失した場合のシミュレーションを行い、米原子力規制委員会が、その結果報告を受けている。朝日新聞の報道によれば、そのシミュレーションの内容は、福島第一原発の事故と似ているものであり、結果報告は、米国の原発の安全規制に生かされているとされる。ただし、ナショナルジオグラフィックの報道によれば、米国においては、原発の全電源喪失が想定されていたとしても、日本と違って米国は安全であると、楽観視はできない。4月28日に行われた、米原子力規制委員会による、福島原発事故後に開始れた90日間、安全性チェックの中間報告では、米国に65ある商用原子力発電所の104の原子炉のうち、60基は自家発電を備え、44基は蓄電池で、対応しており緊急な対策を強いられる状態ではないと表された。ただし蓄電池では最大4時間しか電力を維持できないため、同委員会の八子委員長は4時間では十分と思えないと懸念を示している。福島第一原子力発電所の復旧作業員については被爆線量管理がなされていたが、1万1の不足の事態には大量被爆もあり得るのではないかと懸念する声もあった。2011年3月25日、国家公務員共済組合虎ノ門病院血液内科部長の谷口修一医師は、この場合、あらかじめ作業員本人の造血幹細胞を採取しておくことで、造血機能が失われた時の治療に役立てられる可能性もあるとして、事前採取処置を行うべきであるとの考えを、医療関係者らのメーリングリストに投稿した。ただし、この時点で、同医師はすでに病床の確保、治療プロトコールの作成、必要となる薬剤等の手配を済ませているとしており、また、当時、通常の患者、医師間の同意があれば、同処置を行うことを妨げる、法令等もなく、当校内でも、ぜひ、政治判断で迅速な判断をお願いしたい。関係者の英断を期待する。としたのみであったため、投稿が具体的に誰に何を求めているのかは明らかでなかった。この処置を行う医学的妥当性については、学術経験者の間でも統一の見解はなかった。日本造血細胞移植学会は、2011年3月29日に発表した一般向けの声明の中で、今後の長期化する作業に対応し念のために、自己造血幹細胞保存が望ましいとされた場合、学会はその医学的、社会的妥当性を検討した上協力します。と述べた。また、国立がん研究センターは、2011年3月28日の記者会見で、原子炉での作業が予定されるなど、被爆の可能性がある方々については、造血機能の低下のリスクがあるため、事前に自己末梢血幹細胞を保存しておくことを提言したが、2011年4月14日には、それを被爆線量が250ミリシーベルト以下での職場環境が保たれない合わせは、自己の末梢血幹細胞を保存しておくことに軌道修正した。日本学術会議は2011年4月25日に発表した見解の中で放射線防護対策、緊急被爆医療の視点から事前の採血保存は不要不適切と述べたが高度に専門的な知見を含む課題であるので日本血液学会内で倫理的な側面を含めて十分議論されできれば統一的見解を示されることを期待すると付言した。インペリアルカレッジロンドン医学部の博士は、谷口医師の投稿内で賛同者として、名前が挙げられた一人であったが、2011年3月29日に記者会見を開き、自家移植のための関西の採取をやるとしてもごくわずかの効果しかないでしょうし、かえって思いがけない副作用をもたらすかもしれません。私はこの方法を勧めません。と述べた。谷口医師の声明は、原子力安全委員会に直接当てられたものではなく、そのため原子力安全委員会が、この声明に直接答えることもなかった。ただし、原子力安全委員会ウェブサイトでは、2011年3月29日、原子力災害対策本部から技術的助言を求められた原子力安全委員会が、作業従事者に精神的、身体的負担をかけるという問題がある。関連国際機関においても未だ合意がない、国民にも十分な理解が得られていないを理由として挙げ、現時点においては必要ないと考えるとの旨を回答したという内部文書が掲載されている。これまで復旧作業員の造血幹細胞の採取について公的な介入は特に行われていない。この判断について作業員の生命を軽んじているとして批判した専門家もいる。作業員の造血幹細胞を採取しておかなかったとしても、大量被爆による治療が必要な場合の造血幹細胞の提供は、遺伝子型が適合すれば他人から受けることができる。詳しくは骨髄バンクを参照。しかし、他人からの移植を期待する場合、必ずしも遺伝子型が一致する提供者が存在するとは限らない。産経新聞の報道によれば、作業員の造血幹細胞の事前採取の必要を主張してきた野党若手議員、産経新聞報道では、名前の指摘はないわ、委員会の判断について、被爆を前提とするほど危険な場所で作業している子になれば、国民の不安感や諸外国の不信感を煽ることになりかねないという政治的配慮があるのではないかとの見解を示しているとされる。一方で、過去の大量被爆事故の際に自己造血幹細胞移植により生存した事例が国際的に皆無であること、自己造血幹細胞の採取には一定のリスクが存在し、採取の際の GCSF という薬剤の使用後に低線量の被爆を受けるのは白血病などのリスクを上げる可能性も示唆されており、被爆線量が250ミリシーベルト以下に止まるように運用されているりは、自家造血幹細胞の事前採取は潜在的なリスクを上げるだけでメリットはないとの指摘もある。その後、谷口医師は賛同する医療関係者と共に作業員が希望すれば造血幹細胞の事前採取ができるよう選択肢を残すべきと趣旨を明確化して政治家への働きかけ等を継続している。ただし、原子力安全委員会をはじめとしてこの趣旨を政府機関が否定したことはなく、また後述のように、実際に作業者の希望に基づく、事前採取は行われている。賛同する医療関係者の一人はこれらの運動が、自他ともに、谷口プロジェクトと呼ばれていると述べている。また、同プロジェクト関係者によれば、2011年9月時点で、実際に採取、保存を希望し、虎の門病院で実施に至った、作業員は現在まで1名のみ、原発作業員兼フリーライターの鈴木智彦である。斑目春樹委員長は、福島第一原子力発電所の建屋に溜まった後方車線量の汚染水処理について、知識を持ち合わせていないので、東電、東京電力と原子力安全、保安院にしっかりと指導して、叩きたいと発言し、批判を浴びた。文部科学省の委託事業として、財団法人原子力安全技術センターが運営していた放射性物質の拡散を予測する緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステムについて、福島第一原発事故後に2000枚以上の拡散試算図が作成されていたが3月23日と4月11日に2枚公表されたのみであり、情報発信の姿勢や防災計画の実効性に問題が露呈した。この試算図については、本来事業を所管する立場であった文部科学省からは公表されなかったが、3月23日に実際の環境放射線モニタリング結果から逆推定を行った試算結果を原子力安全委員会公表した。SPEEDI の開発、運用について、文部科学省は累計約128億円、2010年度も約7億7000万の予算を計上している。データは自治体と共有することになっており、自治体もシステム整備費などを支出している。この事故においては、関係自治体は最も必要な時期に情報を入手できなかった。2006年の北朝鮮の核実験や2000年の三宅島噴火の際には、積極的に情報を公開していたが、福島原発事故での消極的対応は、原子力村の身内への配慮では、との勘繰りをも招いた。原子力災害対策特別措置法20条と中央防災会議の定める防災基本計画において、原子力安全委員会は原子力災害対策本部長への助言の機能を担っており、通例の防災訓練等においては、原子力安全委員と専門的知識を持つ緊急事態応急対策調査委員が、副知事や市町村長が参集する現地、オフサイトセンターに常駐し、総理大臣より権限以上を受けた現地対策本部長、経済産業副大臣が緊急事態応急対策の指示を行うに際して、各種の技術的助言を行うこととなっていた。東京電力福島第一原子力発電所事故に際しては、現地対策本部長、経済産業副大臣への権限以上がなされず、現地オフサイトセンターに各自治体が参集することもなく、交通、通信の途絶から東京において各種の意思決定が行われていたため、原子力安全委員会は3月11日に事務局本部長を現地に派遣し連絡調整に当たらせるとともに、原子力安全委員、緊急事態応急対策調査委員は東京において、各種の技術的助言を行っていた。その後、4月19日に、小山田安全委員が初めて、東京電力福島第一原子力発電所の視察を行った。現場入りまで1ヶ月以上を要したことについて、視察した小山田委員は、当初は現場が次から次へと事象が変化するのに対応することで、手一杯だったと釈明し、ずっと助言活動に対応していたなどと語った。JOC ウランカ高校上臨海事故では発生の約半月後に総勢19名の事故調査委員会で現地調査を行っていたが、その後に成立した原子力災害対策特別措置法20条6項により、原子力安全委員会は東京の原子力災害対策本部、もしくは権限以上がなされた原子力災害現地対策本部への助言を行う位置づけとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。